はいどうも、まさしめチャンネルです。いつの間にか10月が始まっちゃいましたけれども、もうね年内残り少なくなってきましたね。まあ、皆さんもねもう連休とかね夏休みとか全部終わって本格的にちょっと学校やお仕事結構ねしんどい時かもしれませんけれども、まあ体には十分気をつけて頑張っていきましょう。動画をねよく見てくれてる皆さんはお気づきかと思うんですけど、僕もね最近ちょくちょくお休みをいただいております。まあ理由はね、まあ正直気持ちの問題です。はい、まあモチベーション的な問題なので、まああんまり気にせず動画上がってたらですね、いつも通り見てくれたら嬉しいです。はい、もうそれがねもう全部の僕のモチベーションにつながりますので、ぜひ高評価やら、まあ、チャンネル登録やらも、全部よろしくお願いいたします。それでは今日の動画なんですけれども、皆さん粒の日っていうホラーゲーム知ってますか？僕もね何回かプレイしたことあるゲームなんですけど、まあ、横スクロールでねこう歩いていって、ちょっとなんか場面が変わって、まあ幽霊が出たりとかなんかお化けが出たりみたいなちょっとしたホラーゲームなんですけど、それを作詞でどうやら再現してくれた方がいるみたいなので、今からそれをちょっと見に行きたいと思います。では今日のお相手はですね、最近僕がねまあ、シリーズ化するつもりは一切なかったんですけど、なんだかんだちょっとシリーズ化しちゃった狼男とシンデレラっていうねシリーズの中のヒロイン役のセイナちゃんですね。やっぱりね今までの女性キャラ全員僕にハグをされる運命なので、これはもう掟なんで従っていただきましょう。ごめんねセイナちゃん、これはねまさしみの動画では定番イベントだから嫌がらないでね。まさしみさんお手、ふが、なんで俺は頭からなんだよ。はい、それじゃあ小道具ダウンロードしたんで向かいましょう。名前がね鳥って書いてますね。まあ、せっかくなんで、僕じゃなくてねセイナちゃんを、操作していきたいと思います。お、見えてきましたね、ここかな。これっぽいかな、スタートは。よし、ちょっと見てみます。何々、あ、ちょっと待って、なんか車怖いからさ車オフにしとくわ。車オフにしといてと、ゲームの遊び方、まず視点を横にしてください。次に設定から歩行モードにしてください。じゃあ一個ずつやっていきますか。設定からまず歩行モードにしとこう。歩行モードこれね、はい。でベストな視点を x-0.83 で y が 0.4 で距離が -1.1。 あ、ちょっとこれやっていくか。まずは X の -0.83 だから、あ、このままあれですね、横にしたら微調整のボタンを押さないとダメですね。これね、これちょっと押しましょう。これピッ、はい、ピッ。あれちょっと反応しない、反応しない、俺の手が反応しない。あ、したしたした。はい、これで OK かな。はい、-0.83。 はい、で Y も 0.4 にしました。で距離がマイナスの 1.1、 マイナスの 1.1 だからこんな感じかな。これで OK かな。で雰囲気をアップさせるためには車オフ、あ、車オフにねさっきしましたね。で時間を4時または5時にしてください。 OK です。じゃあ4時にしようかな。はい、あー5時にしちゃった。まあまあいいか、5時でも OK っぽいから。で文字が見えない場合、視点または場所を手前にしてくださいということです。あーすげー、確かにねこうやって歩いたら本当のつぐの日のゲームみたいになる。若干なんか画面枠外にねキャラが行っちゃうから、もしかしたらあれかも、スマホによってなんか調整いるかも。ちょっと調整するか自分で。もしかしたら俺このぐらい、ちょっとこのぐらいもっとかな、歩いたら前に出んのかな。若干ちょっと調整するわ。よし、まあなんやかんやってたらね時間過ぎちゃったんで自分で4時にしてみました。じゃあ早速行きましょう。お、なんか書いてる。あんなところに鳥居なんてあったっけ。はい、あそこになんか鳥居ありますね。じゃあ進んでいきましょう。あ、これなんかちょっとワクワクすんな。なんか違うゲームをやってるみたいな感覚なんぞ。確かにこれもう先しみじゃない、次の日になってんぞこれ。なんかどんなやつ出てくるんだろう。なんか建物の中からなんか見えたりすんのかな。お、どうだ、なんか出てくる。ここはまだ大丈夫みたいですね。普通にあれかな、なんかおお、なんかいる、なんか見てる。もうストーカーやん。ストーカー、セイナちゃんが可愛いからストーカーがいる。
ちょっと待って、今気づいたのが、セイナちゃん表情がさっきのまんまなんやけど、ちょっとこれ戻しとくわ。これちょっと戻しとくね。お、またなんか歩いてたら鳥居が出てきました。え、また鳥居？しかもさっきと同じような。確かに、あ、なんか登っちゃった。確かにね。え、なんか人がなんか増えてる感じしますけれども、いや、ストーカー多すぎないですか？ストーカー多すぎないか？え、ちょっと待って、え、なに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 、え、なんかすげえ、あれ何、肉球、あれ肉球かな。いや、手形なんだろうけど、ちょっとなんか肉球に見えるけど、え、なんかちょっと不気味になってきましたよ。大丈夫？おい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 、なんかもう逆さの人が増えたよ。逆さになってる人増えたよ、もう。え、もうな、何してんの？もうどうなってんの？え、もう玄関にほら、もう逆さの人間の人がさ、もう釣られてますけど、大丈夫？うわ、もうちょっと待って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 、もうおかしなことなってんぞ。なんかもう鳥居のさ、あの上んとこやばい。え、なんか書いてる。おかしいよ、同じ鳥居、同じ家、なんか気味が悪いな。いや、あのね、気味が悪い、やばいって、気味が悪いどころじゃないって、すごいよ。もうあんなシャワー絶対浴びたくねえ、絶対に浴びたくねえわ。ちょっともう早く行こう、早く行こうと思っても歩行モードにしてるから走れないけど、もうやばいって、もう中すごいことなってんもん。これもう結構究極体じゃない？あ、ちょっと待って、なにこれ。なんか木の上にさ、木の上ってか、なんか木に打ち付けられてる、なんか人形みたいなのが、人形みたいなの打ち付けられてる。なんかもうさ、人も結構前に出がちだけど、今にもなんかこっちに襲いかかってきそう。え、待て、え、大丈夫これ？あーとか言ってるけど、いや、あーって言いたいのこっちやけど、え、大丈夫？え、これ進めんのこれ？え、行っちゃって大丈夫これ？え、おい、え、通り抜けんの？あー、いけたわ。いや、怖すぎやろ。ちょっと待って、あのセイナちゃん、すごい、あの無表情の顔して通ってるけど、いや強すぎやろ、精神面強すぎやろ。いや、ちょっと逆にちょっと俺自分で変えとくわ、これ。セルフホラーしとくわ。ちょっと、はい、ちょっとどんどん進んでいってるんですけど、あれ、なんか動いてるかな、あの人たち。大丈夫？あの人たちなんかウォウォウしてるけど大丈夫？で、なんなの？え、これマジ何？このなんかさ、あの学校の椅子と机置いててさ、あそこになんか花瓶が、なんか花？一輪のなんか花が添えられてる。え、何？誰かが亡くなったの？え、どういうこと？どういうこと？ちょっとね、考察したいところですけど、とりあえず進みますね。またあの鳥居が出てきましたけど、あ、なんか書いてる。え、ちょっと待って、何？え、さっきのって、私の机？花瓶の中に彼岸花？おかしいよ。ここはどこ？助けて。お願い。助けて。え、これって何？じゃあ、あの、この歩いてる、操作してるプレイヤーの机だったの？今のって。じゃあ何？操作してるプレイヤーが亡くなってるっていう設定になってるってこと？そういうことか。え、怖すぎんだろ、それ。え、待って、え、やばい、鳥居パラダイスなってる。え、鳥パラなってるけど大丈夫これ？鳥パラ、え、こっちって、彼岸花もなんかあそこにいっぱいなんかね、植えられてるけど大丈夫これ？え、苦しい、助けて。え、なんもうどうなってんの？しかもなんか奥にさ、いっぱいなんかあの人がいるけど、あ、なんか鳥あるわ、またこれ。え、おいで。しかもなんかおいでの色がさ、なんかちょっと違うんやけど、行かないけどそっちには。お、なんか書いてる。もう少し。え、大丈夫これ？え、行っちゃって大丈夫これ？え、怖いんやけど、大丈夫これ？なんか出てこない？大丈夫？え？おいでよ、ごめんなさい。え？
どういうこと？おいでよ、ごめんなさい。はい？え、どういうこと？これどんな感じ？ああ、わ、え、え、どういうこと？あ、終わったっぽい。終わった終わった。なんか書いてるわ。あ、なんかお楽しみいただけたでしょうか。画面を横にして遊ぶ小道具の動画を見て、いいな、俺も作ってみようってなって、まあ、つぐの日みたいなのを作ってみたと。まあ、なんか下にちょこちょこ書いてますけれど、とりあえずこれで終わりみたいですね。はい、ちょっとね、視点を元に戻してみました。まあちょっとね、裏側じゃないですけど、チラッと見てみましょう。まあこういう感じになってますよって感じで。でもね、あのね、前もね、なんか横スクロールの小道具の動画ね、出してみましたけど、やっぱ視点を変えるだけでね、もう全然見方が変わるなーって思いますね。あ、そうか、これ上の方もね、こういう感じになってるのか。結構凝ってるな。うん、中の方もね、ちょっと見てみたいわ、これ。なんかこういうのってさ、ちょっとなんか裏側見たくならへんそんなことないなんか裏側見たいやんな、こうやって。あ、裏はね、こういう感じで、はいはいはい。こっちは、あー、こっちはね、こういう、ここにね、後ろに観客をセットしてるわけね。そんな作趣味版つぐの日のアイデアはこちらになっております。はい、というわけで今回はこのぐらいにしときたいと思います。またぜひね、こういう感じでちょっとね、一風変わった小道具とかもお待ちしておりますので、ぜひぜひ、いつも通りですね、 ID の提供の方はまさしみゆ Twitter の方か、YouTube のコミュニティ欄の方に、どしどし書き込んでみてください。よろしく。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。まさしみさん、どうしたんですか？僕を呼び出して。何かお困りごとでも？いや、なんか最近モチベーションが続かなくって、野々村のお兄さんだったらなんか気の利いたこと俺に言ってくれるかなと思って。そうですね、まあ疲れた時は休めばいいんじゃないですか。やる気が出た時にやる方が一番効率がいいでしょう。そんな簡単にいかないですよ。ほら、学校とか仕事だって休み明けって結構辛かったりするでしょ。だから変に休んだらだれちゃうんですよね。ああ、それはよくわかりますよ。じゃあ私がいつもやっているやる気を出す方法、特別にまさしみさんに教えてあげましょう。はあ、俺ならできるぞ、頑張れ。そんな野々村のお兄さんにお前ら落ち着けミストを買いますね。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。